こんにちは、アドレスホッパーの直人です。ということで今回は三峯神社っていう秩父の奥地、奥秩父にある三峯神社でお送りしております。まあ、秩父といっても秩父の市内から1時間1時間半ぐらい、まあ、車だと約1時間ちょいかな、バスだと1時間半ぐらいかかるので、まあ、場所で言うと秩父と埼玉県の秩父とあと山梨のこの間ぐらいにある位置関係になりますというところで、まあ、細かい説はね神社を歩きながら、はい、撮っていきたいと思うので、まあ、なんでじゃあここで撮ってんだって話なんですけど、まあ、今日土曜日っていうのもあってちょっと混んでますし、またねまあまあ1100メーターの山の上でなおかつ歩くんでちょっとへばってるっていうのもありまして、またねちょっとご紹介したいものもあったので、はい、こちらで撮らせていただいております。ということでね、三峯神社どんな感じかっていうのはこの後歩いて撮っていこうと思うので、ぜひ続きもご覧ください。でね、三峯神社来たら絶対買ってほしいものがありまして、これはね友達でなんかそのスピリチュアル系っていうんですかね、まあ見えないものを見えたり見えないものを感じたりする人がおすすめしてくれた、はい、お水になります。多分僕日本で一番好きなお水なんじゃないかなと思いながら、まあ来ると毎回絶対買ってしまうので、はい、ということでね、ババンと神の山水、その名も、まあね細かい説明はこんなところにビーって書いてあるんで、はい、あれなんですけど、まあ、1本500円で1リットル、なんかねむちゃくちゃ浄化されるんですよ僕の場合だったら、まあ、飲み物としても使えますし、パワーストーンを洗ったりとか、まあまあそういう気になるものの浄化にも使ったりとかしますしって感じで、まあ大体1日2日で速攻でなくなるって感じなんですけど、まあ前はね2本とか買ってた時期もあるんですが、ちょっと重いんで、はい、今回は1本にしております。またね浄化プラス神棚にお祭りするようで毎回買ってるなと思うのがこの1カップのお酒っていうところで、まあ、神棚にお祭りしてその後お風呂に入れて浄化してっていう感じで使っております。ということでね、まあ、ぜひね三峯神社来たらオリジナルのアイテムとかも結構いろいろ売ってますんで、ぜひ見てみてください。ということでね、行きますかね。本ちゃんって言うとあれだけど僕もねちょっと本殿から逆パターンは初めてなんで、撮影していくのがなので、拙いところもあるかもしれませんが、なんか雰囲気だけでも味わっていただけたらなって思うんで、よろしくお願いします。マスクはねちょっとねしてないと、マスクしてねって書いてあるんで一応ねしてない人もちらほらいますけど、まあまあなんかそんなくだらんとこでなんか言われても嫌だしみたいなっていうところで、はい、いやー気持ちいい。ちなみにね残念ながらっていうのかな、今日はめちゃんこ霧が出てまして、なおかつはい小雨も降っちゃるっていうところなんですけど、後ろに本殿が見えてきましたね。まあ土曜日だけどまだお昼前なんでそんなに人はいらっしゃらないかな。これが昼過ぎとかになってくると駐車場に入るのだけでも無茶混むんで、土日祝日はなるべく避けられた方がいいんじゃないかなとは思います。それこそ今販売中止になっちゃってる1日の気守りっていうのがあるんですよ。まあ浅田真央ちゃんがなんかお姉ちゃんがここの取材かな、テレビかなんかの取材で来た時に買ってったっていうので、でそれをもらってまあまあなんか銀メダル、オリンピックで銀メダルかな取った時にこのおかげですみたいなのを言ったらしく、まあ、そこでブレイクして、また、まあ、何度かブレイクしてるんですけど、その白い金守り3時間待ちかな、もっとだったかなっていうぐらいになってたりとかするんで、結構ね激しい渋滞というか駐車場待ちをする場所でもあるんですが、ということでまあお参りしたんで、はい、行きますよ。鳥居くぐったんでね、よいしょ。鳥居をくぐらない方がいいっていう人もいるんですけどね、っていうのが鳥居をくぐって浄化して払い清めて、で本殿でお参りをし、まあ、神様のエネルギーと同化して、で鳥居をまた通っちゃうとそれがなんか外れちゃうみたいな話もあるんで、まあまあ僕も
気になった時はあの鳥居を横を通るようにはしてるんですけど、ちなみにねここ珍しいのがご眷属様っていう、まあ、例えば他の神社だと狐さんとかあの蛇とか竜とかあると思うんですけど、あの神社の本殿とかあとはねあの途中歩いてる時に守っている守り神様なんですが、三峯神社大神様って言って狼がはいあのご眷属様になります。またねあの1年限定でその狼様を借りれるっていうあのお札もありますんで、僕も1回ね1回か2回ぐらいか、まあ、ちょっと気になった時借りるんですけど、今はねちょっと借りてないので、借りるとねあのお借り屋って言って本殿よりもっと向こう側にあるところに行って、あ珍しいのが出てきたね、繋がってるって何度も来てるけど、さっきあの子連れの奥さんがあのなんかあ繋がってるみたいな話をして、あマジだみたいなぐらいあの気づいてなかったわけですよ。っていうか僕ね三峯さん来るとねもうバー歩いてって、まあまあ泊まるときは泊まるでゆっくりするんですけど、そうじゃないときはあの本当お参りしてお土産買って、お狼もね面白いのがだんだん本殿に近づくごとにマッチョになってくっていう、そういうところも結構面白いかなと。いや立派ですよね。ちょうどね僕の歩いてる左側に厳島神社とか東照宮とか結構名だたる神社の分社がありまして、そこもね気になると行くんですけど、まあまああのなんて言うんだろう、現地までお参りに行けない人用というか、はい、よいしょ。いやー暑いねっていうところでね、あの三峯神社にまつわるお話で言うと、まあ、これもちょっと眉唾だと思って聞いてもらえればいいんですけど、僕がね三峯神社知ったのは、まあ、たまたまねそういう浅田真央ちゃんの話とか教えてくれる人がいまして、でへえ面白いみたいな、ちなみにあの6ヶ月連続で行くと一生食いっぱぐれがなくて、で36ヶ月連続で行くと一生分の徳がたまるって言われてるんですよ。で一応僕はあの40ヶ月連続で、はい、通いました。ただコロナもあったんで、あのちょっと1ヶ月まるまるここが閉山になって入れなかった時期があって、その時はねあの伊東の方、伊東じゃねえか熱海か、熱海の方にあるあのなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、あ木の宮神社だ、木の宮神社の分社の方にお参りをして、あれまだ続いてるじゃんと思って、まあまあ切りよく自分が気になるところまで通わせていただいたわけですが、今回ね改めて新たな気持ちで通い出して、いやー立派っすよね、マジ立派。はあ、ちょい休憩ということでね、あの、よいしょ、ちょっと休憩。ここがあれ三門っていうのかな、でこの下に三つ鳥居って有名なのがありまして、はい、いやー立派。ちなみに来た時はね霧が蒸してたんですけど、もうちょい小雨もパラついたりパラつかなかったりなんですが、あの確か三峯神社かな、まあ、ご祈祷受けまくってるし住職さんとか神主さんのお話もすげえいっぱい聞いてるんで、どこで聞いたか覚えてないんですけど、あの霧が出たりとか、多分三峯さんだったんですよね確か、霧蒸してたりとかすると、まあ、残念な感じじゃないですか、もっとパキッとなんか晴れて綺麗がいいみたいな多分あると思うんですけど、人間としては。ただ神主さん言うには霧が出たりすると本当神様が降りてきてるんだよみたいな話をされてて、またね別の住職さんで言えば雨が降ってる日の、あのお参りは3倍の功徳があるみたいなのをおっしゃってる西国33箇所の中で出会ったお坊さんが言ってたりもするので、まあまああんまみんなが行きたいと思わない日に行くっていうのもまあありなのかなっていうのと、神様とかね仏さんとかみたいなエネルギー体、
高次元のエネルギー体って実体があるわけではないし物体があるわけじゃないので、そういうふうにその霧だったり風だったり、あと雨だったりとか天気の変化とか環境の変化でその要は存在をアピールしてくれているっていうのが僕は一番しっくりきてます、いろいろと勉強した結果ですけど。というところでね、あのぼちぼち歩いてきますかね。いやーマジでね、はあ、一応ここ1100メーターの山の中なんで、まあまあ毎回毎回まあまあしんどいんですよ歩くのマジしんどいっていう、毎回この今から降りてく坂をヒーヒー言いながら上がってるんで。でもね、あの本殿でお参りをするとあのすごいすっきりして気持ち良いというか、本当なんかリフレッシュするしリセットして新たなあの日を始めれるんで、なんだかんだやっぱり来たくなってしまうっていうところで、まあ、僕の場合さっき40ヶ月って言ったんですけど、その間に起こったことちょいちょいって話しますと、例えば、まあ、そのここに初めて来た時はまだ結婚してたんですけど、例えば結婚してたけど離婚したとか、あとはね離婚する前に子供ができてるし、まあ、だから子供ができて離婚して、で車大破して、で福岡に移住し資金がショートし台湾に移住し、まあ、日本住めなかったんで、はい、あの台湾に移住し、でそっからあのまあまあずっと行きたかったマレー移住先としての候補だったマレーシアに行き、で一回日本に戻り、今みたいな本当あのアドレスホッパーっていう、まあまあ無拠点生活というか、本当家を持たずホテル暮らしをするっていう生活になり、で、まあ、1000日間は今の生活しようと思ってもう900何十何日なんで、あとまあまあ50日確か切ったのかな、ノートに見れば分かるんですけど、っていうようにあのアクシデントといえばアクシデントなんですけど、その例えば車大破したり、あの資金ショートして日本住めなくなって台湾移住したりとかけど、あのそれがなければまあまあ実際今やろうとしてる立ち上げようとしてる企画が始まることもなかったし、またねあのずっと住んでみたいと思ってた海外にも住むこともなく、多分平平凡凡なあの人生を送ってたと思うんで、そういう意味で言うとあのジェットコースターみたいな、ほんとなんか毎月何かしら死にかける試練が来るけど、その分なんかその人として成長させていただく、でそれによって普段の生活とか周りの現実が変わってくるっていうのを実体験してるので、やっぱ好きっていうのもありますけど、実際そういうご利益っていうんですかね、あのまあ、変化進化をいただいているので、やっぱ来たくなっちゃうっていうのはありますね。ということで、まあ、普通に鳥僕は通ったけど三つ鳥でございます。日本でもね大宮神社って奈良にある大宮さんとか、あと元伊勢の一つのあの大宮神社の拙者の日野原神社かな、なんか大宮神社すぐそばにあるとことか、あとね四国のあのお遍路回った時には隣にある神社は三つ鳥居だったりとか、あとはね大阪にあるあのイカスリ神社ってザマ神社っていう味噌なんですけど、イカスリ神社っていうとことかも三つ鳥居かな、まあまあある感じなんですけど意外とない三つ鳥居、多分ネットで調べてもらえば6個ぐらい出るはずなんですね、多分一応全部回ってみたんですけど、まあまあそんな三つ鳥居の存在に気づかせてくれたのもここですし、またねあのここに関してはこれもまた他の人から聞いた話で、まあまあどうなんだろうって思いながらあれなんですけど、自分の人生の目的目標が見えた人に対してそれを阻害する一切合切の要因を排除してくれるっていうのも聞いたんです、さっきのその6ヶ月と36ヶ月以外の話で、まあ、確かになと思うんですよね、あの本当タイミングがあって縁ある人は会えるけど、そうじゃない人はマジで会えなくなったりとか、あとはねそのここ通い始めた時なんて本当見栄やプライド
クソみたいなあのいろんなものにまみれたところからあの一個ずつ剥がされ生身の体になり成長し、まあ、今みたいになれたのでそういう意味で言うと本当ありがたいですし、まあ、まあここが最初に多分有名になったのはあれじゃないかな玉心会館の創設者の大山正達さんっていう人がこの三峰さん三峰神社三峰さんで修行してあの開眼してあの極真会館を開いたっていう、まあ、逸話が残ってますんで、だから極真会館が試合とかをするとあの外国の方オランダなのかな、まあ、一回宿でバッティングしたんですけど本当格闘技やってる大きな人たちがいっぱいいてやっぱ聖地巡礼に来るみたいで、まあまあ、あの、なんて言うんですかね。例えば、あと、あの、ザ・マンザイで優勝したバイキングさんとかも、ここでなんか、修行したって話を聞きますし、まあ、修行って何をやるのかちょっと僕はわからないですけど、まあ、多分自分なりに決めたことをやるってことなんじゃないかなっていう。例えば僕で言えば、千日解放業って、千日間は動き回る、導かれるままに動き回るっていうのを、まあ、やり続けることによって、要は自分が決断、発願か発した願いをあの決願するまで結果が出るまでやり続けるっていうのが多分修行の一つといえば多分そういうことだと思うんで、まあ、そういうのもあると思うんですけど何かしらやっぱね変化をいただいてるんであのお忍びで来てる芸能人とかもいるんじゃないかなと。南海キャンディーズのあの蒼井優さんと結婚した山ちゃんさんとかはなんかお忍びで来てる話を聞くし、あと小籔さんとかも聞きますね。まあ、他にも多分いらっしゃるとは思うんですけどね。まあまあ多分平日とかに人のいない時にこそっと来てこそっと帰るとかだと思うんですけど、まあ実際ねテレビ出ると本当お客さんが増えて、お客さんって言う言い方はあれだな、参拝者が増えて駐車場が渋滞するので、まあ、来るとしたら間違いなくあの土日祝日は外された方が無難です。またどうしても土日祝日しか来れないって方の場合だったらあの昼前までに到着するようにした方がいいです。秩父の市内の神社とか巡ってからこっち来ると本当大変なんで、それよりも三峰神社にお参りしてから行かれた方が無難じゃないかなとは思います。ということでね、あの、まあ、なんだかんだで50回近く参拝させていただいておりますんで、その間にね聞いた話とかいろいろとシェアさせていただきましたが、またねあのなんかこういう風にあのシェアしたい話とかあればまた動画撮っていきたいと思いますんで、ぜひぜひ見てみてください。ということで、あのぜひともチャンネル登録とかグッドボタンとかよろしくお願いします。じゃあねー。